T 君、お疲れ様。お疲れ様です、うん、今日はですね、はい、外で動画を撮ってみようかなと君をここに呼んだわけだけども。そうっすね、うん、ちょっととんでもないところにいるんですけど。そう、ここはですね、はい、ワン&オンリーファームっていう場所にいます。ホテルですね。そう、ワン&オンリーって知ってる？いや、正直知らないですね。あのね、ワン&オンリーミラージュって言って、はい、今度の方のドバイマリーナにもあって、はい、すごい名門で、こっちはワン&オンリーのパーム版。なるほど。そう、一泊大体30万ぐらい。その部屋を今からご案内するのと、はい、こういうホテルっていうのは一体どんな感じなのかっていうのを紹介していきたいなと。まずね、こちらが噴水。ご丁寧にご説明ありがとうございます。そう噴水ね。で、今日なんとですよ、はい、酔っ払ってないから。そうなんですよ、シラフですからね。そうなの、今日はいい仕事するよ。いい仕事です。見てください。うわー、これすごいでしょ。うわ、すごいね。そこにこうプールがあって、ファームジュメラがあるとこういう風になっていて、はい、お尻みたいなのの、はい、ここの一番最短のところなんですよ。最短、そう、最後のホテルで、はい、だからものすごい距離こう来てもらってて。このワン&オンリーっていうブランドは、うん、あの他の国にもあるんですか？他の国には聞いたことはないんだけど、ドバイでは本当に名門で、すごいレストランとかも本当にめちゃめちゃ綺麗で、えぐい。今日のディナーはここなんですよ、はい、ちょっとやばいっす。そう、これはフレンチです。もうこの感じやばくない？見てください、あのブラックシャンデリア、これすごいよ。かっこいいね。え、何これ。あれっていうかさ、 T 君さ、はい、風邪声じゃない？ちょっと僕のルームメイトがいるんですけど、冷房18度ぐらいに設定してて、朝起きた時になんか喉が痛くなった、声が変わっちゃったから。声が変わっちゃった。なんか目もシュパシュパしてるし。さっきさ、俺に最初会った瞬間ね、ヨゾ様今日疲れてますかって言われたからね。僕はヨゾ様なんか疲れてそうやな。いや、もうこっちからするとあなた疲れてる。だいぶお互い、目開いてないよ今日。そしてですね、ほらほら見てください、ピアノですよ。ピアノめちゃめちゃかっこいいね、これね。すごくない？この感じ本当に、うわー、いやらしい。こんなんどんだけお金かけてるんですか。半端ないっすね。これいいね、めちゃくちゃね、はい、やっぱさ、そのそれぞれのホテルのさ、テイストが違うから面白いよね。ね、あ、お酒飲めんだ、素敵だな、本当に素敵。あの、今日も飲まれる予定なんですか？今日は今のところなんつんだろう、抑えてんだけど、はい、なんだろうな、 T 君の顔見るとそういうなんつのこう欲望が渦巻いてる。怒んない。なんつの、顔がシャンパンのボトルみたいに見えてきてる今日。形がボトル。いや、この間接照明の使い方とかもすごいよね。やばいよね、こんな内装さ、不動産にやるとやばいよね。やばいっす、やばいっす。てか、ここだけの話、はい、ティーバックでしょ、鬼高かった。来た、今回来ました。来た、本当に来てる。熱っすね、うん、だってさ、名前がさ、はい、ワン&オンリーだよ。一人ぼっちみたいなさ、はい、すごいよね、この感じ。うわ、これはいいでしょう。あそこ家です、俺んち。あ、そうっすね。そう、あれがサンライズベイで、今度できるビーチビスタ、だから本当にドバイハーバーまで泳いでいける。確かに。だからティクそこから本土に帰ってもらって。いや、ちょっとじらしますね、プールはまだ見れないですね。見えない見えない。周りを固めてから。外堀を固めてからだからね。あの、与沢さんはこれ何されてるんですか、うん、以前のホテルといい。そう、与沢の休日っていうのがあって、はい、過ごし方ね、こういうところを無駄に取って散歩したりとか、はい、いろいろ考え事をしたりとかやってる。本当にあのホリデーの過ごし方です。そう、エブリデイがホリデーになっちゃう。完全にそうっすね。そうなんだよね。ここはね、一番高い部屋取ってる。ベルサーチホテルもこの前のも一番高い部屋取ってるし。え、じゃあ週3とかでホテル泊まってます？今はね、今は週3だね。こうやって YouTube でみんなに見せたいっていうのもあるよ。そうですね、うん、なんかホテルでこうやって滞在してるやつって大体うさんくさいんだけどさ。俺もうさんくさいんだけど、はい、俺大学生の時とかね、はい、よくそういうところに結構呼ばれたりするんだけど、はい、そしたらなんか変なロン毛の男がさ、女抱えてさ、とんでもねえなんかホテルにいるわけですよ、はい、こんな金持ってて何なんだろうと思って。多分東京とかでもリッツカールトンとかでお茶してるやつは大体怪しいと思う。そう、俺もその一人だから。そういうこと。ファームの最先端で一人でワン&オンリーしてるんだよ。でも日本人本当、与沢様ぐらいじゃないですか、見ないっすよね。そうだね、ここはね、はい、ここは本当にもう知る人ぞ知るだから、うんうん、ティークなんて3年ぐらい生活してても俺がいなかったら多分来なかったと思う。絶対来てないです、絶対来てないです、うんうん、さあ、じゃあティーバック調査に乗り出します。今左ウィングさ、右ウィングを全部固めてきてるから。固めてきてる。
あとはもうど真ん中の T のラインをフォーカスしちゃダメだからな君。もちろんもちろん。すげえ、ここにね、この一番左の手前の、はい、あのソファーベッドみたいなでしょ、はい、あそこにとんでもねえ、もう T っていうか線みたいなやつで線バック、線バックみたいなやつ、線バック初めて聞いた。なんだろうな、俺がこう立証に入ろうとするとやってない感。ちょっとこれここから行くと怪しいからやっぱり固めていく脇固めていくよ。これはあスパだ、スパ、ドバイのスパどうですか、うん、すいません、ドバイのスパ、はい、ものすごくいいですよ。いいですか、はい、ただめちゃめちゃ高い、うん、2人で6万円とかしちゃう。高っ。でも T 君は絶対バリバリ金持ちになる気がするよ俺は。そうですか、うん、そのつもりで、うん、ドバイに来てますね。見てこれ映画みたいじゃない。ほんまや、なんだろう、なんか飛んでいいのかなこれ。こういう感じなんだろう、アダルトプール、エッチのプールかな。そういうことさっきのとは別に誰何にもいない。ちょっと森へ行ってみよう。我々はアマゾンの口へと進むのであった。そろそろティ君、はい、シャンパンのなんつうんだろう、こう中毒症状とか起きてない？大丈夫？なんか飲まされまくってなんか嫌なんだけど欲しいんですみたいな。そこまでにはなってないですね。なるほどね。すごい贅沢なことになるんですけど、うん、いつもシャンパン飲んでると結構酔ってるかなんかで、うん、味をあんまり覚えてないっていう、うん。クリシャレ、クリシャレ、ドンペリ、散々入れて、全部忘れてる。半端ないっす。うわー、すごい景色。見てください、皆さん。これが、ワンアンドオンリーの風景ですよ。で、これがクソヤバいレストラン。101アンドマリーナ。なんすか、なんすか。これはだからもう死ぬほど綺麗なレストランの。海の上に立ってる。ほんまや。ちょっと、よさこさん、下、あの、鳥感がやばい。半端ないね、鳥の鳥感が。なんだこれは。鬼踏んでんだけど俺。うわ、なんだよティーク。やっちゃったね。ビトンのサンダルで。ねえ、これ家だから俺の。あ、これは楽しみだな。この2個立ってるでしょ、はい、こういう感じで、はい、これのトップ20、それと反対側のトップ両方だから見れてるでしょ。これは本当お気に入りで、うん、すげえわこのラインが、はい、本当美しい。さあはいいね、やっぱこういう景色も焼き付けとかないとね、はい、そうです ね、あれがほら101ダイニングです。あそこにあるのがそういうことすか、バーだったり飲む場所ですよ。でここはもうプライベートビーチアクセスの海だから、そう、しかると暑いから暑いっすね、うん、もう本当にやっぱ暑いっすね、うん、ところで今日の俺のファッションについて聞いてくれないの？うん、これはかっこいいっすね。かっこいいと思ってないだろ。これはドルチェ&ガッパーナのサイケデリックパリピ仕様っていう。パリピ仕様パリピパリピパリピ仕様。あー、こういうところでね、やっぱりだって一人でめちゃめちゃなんかさ、ベルサーチホテルで T 君が帰った後にさ、はい、俺ライブ配信してたのね、はい、2,3 時間、はい、すごい寂しそうですってめっちゃ来てた。本当にかわいそうってこんなかわいそうな富豪いないって言ってた。何話したか覚えてるもんなんですか？ね、何も覚えてない。一応インスタってアーカイブが残ってるんだ、はい、だからもう恐る恐るだよね。もう例えば5年後とかに見ようかなと思ってタイムカプセルみたいな。あ、じゃあインスタに行くと、うん、まあ、そういう要はその酔っ払ってる時に急にライブが始まったりするっていう、うん、そういうことです。あ、うん、だからインスタしかそれはやらないんですよ。インスタはひどいものが全部集大成としてる。それはフォローしないといけない。そういうことです。さあ行きますよ。いかにそのカメ子感を出さないからな。そうですね。そう、まあでも出してもいいんですよ、はい、見られてないときは。もう見られたときは分かる、これは右見てるよみたいな感じでカメラだけしてこういうでもダメだ、消えたティーバッグ。なんでこんなにティーバッグ消えてしまうんだろう。本当に。あ、やっぱいないですか？いない。ビラですかこれ？何あれ、ビラ、ビラっぽくなってましたよ。あ、プールビラがあるんだ。プール俺はこれよりはるかに高い部屋取ってる。そうなんですか、うん、なんだろう、ちょいちょいこの女性感はあるんだけどいない、いないっす、不在。いや、すげえこの景色、これ写真必要だよ、ティー君。すごいっす、これはすげえわ。うわ、人生頑張ろう、頑張るしかない、ティー君。頑張るしかないですね。なあ、この暑い中、うん、もうなんか震えてきた、暑くて。そんなあります？本当に暑い。暑くて震える。与沢さんの考える、うん、
成功者の定義って何ですか？やっぱでもほらお金だけ持ってても絶対幸せになんないよ、うん、俺そういう期間があったから喧嘩ばっかりしてたりとか、うん、悩みっていうのかなトラブルばっかり抱えてたりとか、うん、そういう風になっちゃうと金持っててもイライラしたりさ、そうなっちゃうじゃん。よくないですね。そうよくないでしょ。だからなるべくその自由な時間を持てるっていうことと、はい、その手段としてのお金を持つっていうことと、はい、そのトラブルが起きないように生きていくっていうことかな、うん、やっぱ人間関係が良好であるっていうことも大事な要素。そうそうそう、人間関係が良好、仕事とかもそうだよ。離陸するときが一番力いるんだけど、はい、そこはエネルギー超必要なんだけど、うん、上空を浮いちゃえばそれは無理しない方がいいっていうこと、はい、ふわふわしようっていう。俺は今こういう感じなの。今ふわふわしてる。そういうことふわふわしすぎしすぎ。これは見てください。これはほらパイナップルみたいでしょ。まるでですね、ほんまよ、うん、パームかな。素晴らしいね。あ、風が気持ちいい。そう、よし、じゃあ今から、はい、ついに部屋を見せますから。やった、私が仕事してる部屋を。うわ、楽しみですね、うん、仕事感はないよ。なんでかっていうと、うん、ノートパソコン俺嫌いだから。何やってるかっていうことなんですから。瞑想。瞑想ですか？あれ、仕事やってます？違う、思考力使える。思考力鍛えてる。そう、見てください、これがうちの。え、ここですか？ここです、ここの全部ではないけどね、はい、この建物の中の一番いい部屋です。なんかこれ異次元感あるでしょ。異次元感あります。なんだここって感じでしょ、はい、美術館みたいな。ほら、来た、この建物の中に部屋が何個かあるんですよ、こうやって。なるほど。そうで、1階だとビルじゃない、プールがついてるから。そういうことですか。そういうことです。すごい、うん、いいですか。いいよ、さあどうぞ。ティ君、お邪魔します。これがワン&オンリー、一人ぼっちのホテルの。一人ぼっちのホテル、はい、一番高い部屋です。すごいね、ちゃんとほらホテルをさ、壁をさ切ってるよこれ。やっぱパームですね。パームだね、パーム意識してね、はい、葉っぱをね、やっぱりね。で、ここが簡単にクローゼットみたいな、はい、うんうん、あー、いいっすね。なんかさ、そうビラタイプなんだよね、うん、で、やっぱさ、こういうとこのいいのはさ、庭があることだよね、はい、低層だから。ドア開けっぱなしにして過ごせる部屋が一番いいじゃん、やっぱ。ちょっとだけこのシースルー見ます。あ、いいですか。チラッチラッチラ見せ、チラッチラッ。ありがとうございます。吉沢様、うん、この部屋取られて何される予定ですか？これバナナ食べるんですよ、今から。バナナ、うん、バナナ食べて、はい、飯食って、はい、で寝てで起きて、はい、バして。え、やっぱ仕事、考え事っていうのがある。考え事、うん、すごい大切な考え事っていうのがある。で、これが外だから。あー、これはいいわ、うん、ここにね、ちゃんとこういう場所があり、どう？映えてる俺。考えるなよここは1泊30万円です。どう思いますか、うん、ご飯とかでも入ってないね。なしで。だからね、ブッキングとかって結構ぼったくりで、はい、ここ気をつけた方がいいのが、はい、表示価格になんか足されんだ、はい、わかる？あ、わかります。ここの部屋5400って書いてあったのに、はい、決済したら7100だった、うんうん、税金とかなんかだと思う。税金、そうそうそう、ホテルのサービス税だったり、うん、あれさ、ずるくない？めっちゃずるいっす。最後の最後、騙し討ちなんだよね。いや、そうっすよ ね。あれずるいっすよ。あれずるい。めっちゃ高なってますもん。それでなんとだよ、ていうか、はい、ちょっと来てください、はい、すごい、ほんと島に来たって感じです。そうそうそう、これだってあれだから、プライベートアクセスでダイレクトビーチなの、うん、こんな部屋なかなかないよ。要はプールとビーチが、はい、使えるっていう。これあれでしょ、ティクも彼女さんとの夢が膨らむでしょ。いや、マジで連れてきてあげたいと思います、ね、そうだよね、はい、ティクの下見をね確かにちょっと兼ねてるから、ああこういうもんかみたいないや、皆さんも結構参考になってると思いますけどね、うんうん、ドバイに行く人たちも今見れないですもんね。参考になるよね、はい、皆さんもう一回言いましょう、ワン&オンリー。ね、この響きが良くないですか。響きがいいですね。オンリーワンを反対にしたわけですバック&ティービーティーみたいなバック&ティー出てきた、バック&ティーすか。バック&ティーミラージュ。うわー、なんだろうこの感じ、すごいね。なんかモルディブみたいな水なんだけど、綺麗っすね。綺麗、めっちゃ綺麗。綺麗だねこれね。いや、なんか意外っす、なんか濁ってんのかな。ねえねえ、はい、ほんとこの水綺麗じゃない。しかもさ、生温かい。あそこがだからレストランだわ、101。あれ、あ、ほんまや。あ、こっちも見て、こういう感じ。え、こんな場所異次元じゃない？異次元、これドバイ？何なんすかこれ？ね、なんかシークレットな、ね、プライベート。うん。やっぱあれだな、資本主義やな。資本主義ですね。うん、お金持ってるといいですね。何でもできるね。何でもできる。何でもできる。そこがほら、ティー君、前行った、はい、ザパームビューだね。そう、よく見るとね。
なんじゃここ。あれ、オレンジどこだろう。これだよね、オレンジ。ショートカットね。なんで見えない道に来たんだけど。なんであえてこんな険しい道を選ぶんですか。確かに確かに。もうなんかとんでもねえんだけど、わかる。寿司がきなこみたいになってるんだけど。うわわ、なんかズボン、ダメだ、もうこれしかズボンねえのに。私ね、生活能力ないんですよ。生活能力、うん、これディア。さあ、ティ君と一緒に入るお風呂がこれ。あ、僕も入るんすか。入る。どう、この、あ、でかっすね、これ、うん、なんだろうな、君のそのリアクションの低さ。なんだこのたわしっぽいのは。やするやつみたいな。やするやつみたいだよね。よし、さ、試してみよう。多分こういう感じでしょう。それで、うわ、でも広いっすね、バスルーム。すごいでしょ、見て、電球とか超おしゃれじゃない。俺もこれぐらいの家やろう。ブランデっていうの買ってて、はい、ブランデはペントハウスのダウンタウンのバージの横に建てて、71階の部屋もでかいから、はい、これ急に金をかけてみようかな。おお、いいっすね、そういうアイディアも、うん、なぜこんなにすごく見えるのかって考えると結構だるい、はい、だいぶだるいっすね。だるいよね。だってこれ壁とかさ、間違いなくだるいっす。何なのこれ、くり抜いてんじゃん。くり抜いて床も全然違うもんね、もうね、はい、大理石になってる、完全、はい、やっぱりあんだよ、ほらラーメンみてえのマーク。ラーメンみてえのマーク、ベルサーチにもあったじゃん。そうですね。値段はでもこっちの方が高い。まあそりゃそうだよね、うんうん、このね、プールとビーチアクセスは最強すぎる、うん、よし、で、まあ今日もあれなんで、もうあれ、もそう、あれ、これからあれ仕事に入る。なるほど、うん、シャンパンっていう仕事。やっぱりもうやっぱ飲みたくてしゃあないです。いやいやいや、そんなことない、そんなことないです。うん、あの、嘘。もう禁断症状みたいになってティックに振る舞いますから、ね、ベロベロになったら帰らせてあげるから。よし、行くよ。あ、やばいやばい。やっぱ僕に向ける。怖い怖い。うわ、怖い。言い落とした、ね、言い落とした。でも、与沢さんは的にはどっちが好きですか。何が。ベルサーチと。あ、こっちの方が全然好き。全然いい、うん、っていうか、なんかもういろいろいいね、そのファームの、はい、これ端から全部行ってやろうかなと思って。まあ、どれくらいの時間かかるか分かんないよ。本当にバチバチに突っ込んでいくからさ、どこでも。与沢さんは最近そういうブログとか記事とか作られてないですか。こっちあげるからなって。さすがに俺が吸ったやつじゃまずいから。お疲れ様です。いや、でもすごいショックだな。今までのシャンパンの味全部忘れたでしょ。贅沢すぎる、うん、これ美味しくないですか。美味しい、俺も思った。美味しいですよね、うん、多分我々あれただの水分を欲してるだけだと思う。わかる。くそ熱いんだけど。めっちゃ熱かったね。閉店で。そうか。なんか着替えられましたね。あれ、なんだこの感じ。一気劇で面白いでしょ。間違いです。なんすかそのポーズ。あれ、しかも俺さ、マイクゴリゴリ持ってたんだけど今。そうだね、まあ、そういうことだから、ういう、ね、はい、終わり。ていくん、とんでもないことが起こった。とんでもないです、ね、うん、ナスカー天心 VS、はい、タケル、はい、私はそういう格闘技とかさ、日本のことは興味がないんだけどさ。ティーク全く全く興味ない。ティークがうるせえから。お前こんなになったっけ。なんか実践なんですよ。そう、天心くんはさ、やっぱ YouTube とかで俺も見たことあって。あ、そうなんですか。タケルくんって見たことなくて、はい、めちゃくちゃとにかく強いな。強いっすね。強いね、この人たちね。ほんと強いね。めっちゃ強かったです。かっこいいね、はい、我々くだらない勝負をしたんだよね。どっちが勝つかをね、はい、そうです。で、俺はタケルにかけて、はい、やっぱイケメン勝つかなと思ったんだけど、はい、負けたな。負けちゃいましたね。 3-0 で負けた。じゃあもうこれはもう、そうなんだよ、すいませんが。あれだからね、ワイングラスだからね。超でかいよ。超でかいっすね。もうこれ開いちゃうから。開いちゃうから。今回の格闘技から学んだことってありますか。やっぱりね、天心タケル戦は非常に私に多くの眼蓄を残した。本当ですか。本当。タケル君はぶん殴られた後に首振って笑ってた。で、突っ込んでった。楽しんでましたね。すごくないあれ、はい、あれってすごいと思うんだけど、あのファイティングスピリット男に大事だよね、うん、だから俺もう笑いながら突っ込んでた。笑いながら。じゃあお願いします。え、プーってなんすか。なんか脱力してるよね。いや、だから試合後だから、試合後。試合後、ああ、試合後、うん、俺、タケルの気持ちになってるから。いやー、すげえなー、あのファイティングスピリッツ。やっぱストイックってかっこいいね。
かっこいいです、本当かっこいいです。なんか見せる戦いしだね、2人とも。2人ともそうですね。守りに入っちゃうと面白くないのになっちゃうの分かる。もう俺もそういうマインド持ってないとね。そうですね。なんだろうな、このシャンパン飲んでスポンサー感っていうか、スポンサー感、スポンサーサイドそれぐらい本当にこのゆずさん、とんでもないもの来ましたよ。すごいでしょ。すっごい光ってる、うん、あ、ピークの脇の匂いですよ。なんで脇の匂いですか。いい匂いなんか悪い匂いなんか。ベルーガってさ、本当にこれもうバチバチにでかいやつだから、分かる。通風一直線。これなんか一時結構食べてるって言ってましたよね。そう、キャビアばっかり食ってて本当に美味しくて、もうキャビア3食食べるぐらい好きで、こうやってこうやって玉ねぎとかこうやって、はい、あ、全部つけていくんすね。そういうこと。あ、うまそう。これが一回止まっていただいていいですか。あー、オッケー。やっぱ美味しいんですね、うん、本当にうまいから食ってみる。ありがとうございます。おお。時は過ぎて深夜の何時か分かんないけど、えぐいの食べてくる。えぐいの来ちゃう。俺は来てる、お前の前でえぐいの。おぉ、うわぁ、すごいでしょ。食ってみるよ。そう、これは、これは、溶ける、溶けてる、溶けてる。やばい。泣きピアフィザリモ。何これ、え、何食ってるのかもわかんない。どういうことですか、柔らかすぎて、うん、え、柔らか、うん、和牛。本当に美味しい。和牛、はい、すごい美味しい。これうまいっす。うまい、本当にうまい。見てください、フレンチのこの感じ。もう内装やばいでしょ。これガチでうまいっす。ガチでうまいよね、これ。食レポが難しいレベル。難しい、うんうん、なんでこんな柔らかいっす。なんだろうね、これ、はい、味付けが絶妙にうまい。うまい。ティー君、うまかったな、今日な。マジでうまかったっす、うん、今日の会計は3385、14万ぐらいかな。はい、うん、ちょっと、高っ。キャビアがめっちゃ高い。やっぱキャビア。やばい。これでしょ、キャビア。でしょ。1500、やっぱ1500です。だね。でもやまあ安いね。パナエス。まあちょっと今から部屋に行ってさ、そこでちょっとティーとお風呂に入りながらさ、満天の星空見てさ。気持ち悪い。気持ち悪いよ。気持ち悪いっす。ヨザパイセンとプール入れるなんて、お前全国の男の子が憧れてんだろ。確かに。いや本当そう。そうだよ。憧れてます。これめっちゃ綺麗っすよ。綺麗か。はい。こっちおしゃれっすね。これが今、あ、なるほど、そういうことっすね。あ、ぜひ。あ、ヨザさん、もしかしてピアノももちろん、弾けちゃう。弾の、弾くよ。あ、ほんと待って。みんな弾いてるから、みんな打ち合うとこで弾いてるよ。思いっきり弾いちゃった。ちょっと恥ずかしくなってきました。ねえ、そう、ほんとに。ヨザさんが考える成功の秘訣って何でしょうか。でも愛嬌だと思ってて、例えばだよ、はい、SNS とかでも俺すげえぜみたいにやるんじゃなくて、なんかちょっとお茶目な感じ、いつもやらかしてるみたいな、いつもオチがあるみたいな、うん、こいつバカなんじゃねえかみたいな、はい、そういうやつ一番やべえの、一番登ってるから。へえ、すげえって思われてたらもう多分負けなんだよ、うん、SNS で愛嬌出していくってなんかすごい難しそうっすね。すごそうに見せるのは、はい、みんな全員がやること、こいつバカなんじゃないかなって、ほっとけないなみたいな、はい、母性本能くすぐってるわけよ、うん、分かる。それで成功ができるっていう感じ。そう。成功の秘訣っていう質問ですけど、ね、俺は一切それ使ってないけど。いくよ。あ、これ夜のプールが、うん、またもう、うわ、ムーディーです。なんで俺とお前ここにいるんだろう。ムーディーすぎるでしょ。うわ、すげえ、なんだろうこのツボ感、ツボ感出てますね。ツボ感出てる、こういう感じ、こういう感じで。なんで俺お前といいんだろう。いつも俺ベルサーチとかとんでもねえホテルでお前といいんだろう。なんかみんながすげえ寂しそうって言ってさ、本当に哀れまれたんだけど、わかる。全世界から、はい、かわいそうって言われた。すげえかっこいいくらい。すごいかっこいい。いやでも俺ダメだ。シーがかっこいいっていうのを女の子から聞いて、はい、最近、はい、本当にムカついてぶん殴る。なんでなんすか。それ別に僕言ってないです。かっこいい系じゃないですよ別に。たまに言われたりはしますけど、そんなに。そうね。メンパラジジヤに綺麗じゃない。めっちゃ綺麗っすよこれほんまに。おお。これすごい。すごいね。
なぜティーバッグがあのそもそも好きなんですか。と確かにいつもティーバッグティーバッグ言ってる。はい、言ってます。なんつんだろう、面積っていうのは狭くなればなるほど美があるから、はい、なるほど、わかる。確かにそうです、ね、うもう T に取り憑かれたように、取り憑かれた、T に取り憑かれた男、そうなんだよね。あ、うさぎさん、え、ほんとだ、あれうさぎさんっすよね、多分。うさちゃん、うさちゃん、え、あ、すごい、よささんすごいっすね。でしょ、ダメだ、こいつ俺には用がねおい、みんなかっこいいですね。ああ、すごい仁王立ちになってますけど、あと次はどんな動画を撮りますか。あさってはもうワールドも行くし、ワールドも行くし、そうそうそう、その前ほら物件のなんか飛んでるカバーみたいな工場大丈夫ですか失礼しました、失礼